オープンクはユニックス系オペレーティングシステムにおける依存関係ベースのイニットシステムである。システム D に移行したディストリビューションのイニットシステムの代替選択肢であり、ネットブズドとゲントをリナックスで活躍する開発者、ロイマー・アップルズによって開発された。オープンクはトゥルーズ、ゲントをリナックス、アルパインリナックスや他のユニックス系システムにおいてデフォルトのイニットシステムであり、 ディボーアンなどのシステムではオプションとして提供されている。オープンクのコア部分は依存関係の管理とイニットスクリプトの解析を行う。オープンクはダウンレベルをスキャンし依存関係のグラフを作り必要なサービスのスクリプトを開始する。スクリプトが開始された後はオープンクは退出する。デフォルトではオープンクは改変されたバージョンのスタートストップ、デーモンを デーモン管理に用いている。イニットスクリプトは、シスビニットで用いられるものと同様であるが、その作成の簡素化のため、いくつかの機能が提供されている。スクリプトは、スタート、ステータスの状態が推定され、システムは、デフォルトの機能を作るために、すでに宣言された変数を用いる。依存機能は、シスビニットにおける、LSB ヘッダーによってなされる他のサービスへの、 依存関係の宣言に用いられる。設定と動作機構は、コンフ、D ディレクトリ中の設定ファイルと i ニット、D ディレクトリ中の i ニットファイルに分離されている。オープンク i ニットは最初、バージョン0.25において、スピン、i ニットのオプションの代替物として登場した。シスビニットやビジーボックスなどの他の i ニットもサポートされている。スーパーバイズデーモンは、 バージョン0.21においてオープンクに監査機能を提供するために登場した。この機能はイニットスクリプト中でデーモンの開始とモニタリングのために有効化される。ラニットや S6 など、他のデーモン監査もサポートされている。ありがとうございます。